はい。ですね、今回は久美さんカメラこっち。はい。今回はマインクラフトの、何か作ったり冒険したりではなく、みんなで打ち合いをして遊ぼうというそういう、回にします。PVP をやります。はい、プレイヤー VS プレイヤーをこの入り組んだ拠点の上でみんなで弓矢で打ち合おうと。剣での攻撃はなしで。あともう一個攻撃手段は、毒ポーションスプラッシュに、これがね手榴弾代わりに投げてください。はい、はい、でフィールドは、地面に触れるのはなしで。はい、はい、途中のそこのバイパスは使って OK です。はい、あとそんな感じかな。はい、で回復アイテムはなしで。はい、その時の体力のみで。で、直前にみんなで不公平にならないようにパンを食べましょう。あ、パンが食べれない。パン食べれる。満腹です。満腹です。パン食べれる人は食べてください。もうすでにこの段階で不公平じゃないね。うん。まあいい、そんな小さいことは気にせず行きましょう。じゃあみんな隠れて。はい、はい、この時に走ると体力を消費するので気をつけてください。なるほど。ああ、気をつけると。ダメージを与える術は、弓矢32本、みんな32本縛りで、それと、ダメージポーション、あと弾が切れたら都市空拳による打撃のみと。あ、打撃はありなんですね。笑う鳥よ。ベタッと。じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい、ネザーゲートの方はなしにします。ネザーに入ると帰れないよ。はい、行き止まりなので。さっき試しました。じゃ行きますよ。はい、よし、用意、スタート。うわ、用意、スタート。うわ、おい、あれ、あ、ちょい、ないないない、いきなり。クミがさっきそこら辺にいたから、クミからは逃げた。え、え、どこ、ここに逃げよう。どこ、どこ、危ない、どこ、いた。一体、危ない、死ぬ。痛い、死ぬ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 よ、死ぬよ、死ぬ、死ぬ。早い、早い、早い、ソーラーうまい、ソーラーうまい。トムさんにとどめ刺しちゃった。うまー、ソーラー。あっち死に、わっちは死んだんで。あーちゃん、わっち死んだんで、わっち死にました。待ち打たないでね。あ、あー、クリスさん、そこに。ソーラうまい。あー、やりやがった。死んだ。あ、あ、クミにやられたと。ちょっと、何の音だ。なんか、カンピか。死んじゃった人は下に降りときますか。はーい。ほんと、狙ってる、狙ってる、狙ってる。ワトさん、卑怯だな。卑怯。いいですよ、構わないです。あ、FPS、ショウさんが死んだ。ショウさんの夢。お、うまい、うまい、うまい。やられた。しかもみんなタメ打ちで打つからね、HP の減り早いんだ。翔さん、それ大丈夫。大丈夫、翔さん。あ、翔さん死んじゃったのか。そっかそっかそっか。死んじゃった、ひたひたにおりましょう。やべやべ。おここは同い年対決ですよ。やった。方が誕生日早いんだ。どっちが有利なんだ、これは。どこ行っちゃった。あれ？どこ行った？あれ？あ、行けない。ソーラ、ソーラさんがワツさんにやられた。やべやべやべ。タメ打ちで打つから早いんだよね。あと誰だ。あとはクミと鳥ちゃんとアイクさんだね。クミまたこもってんのか、どっかに。ガラスぶち破るんですかね。いや、ガラスは貫通しません。くそ、たまに言ったんですよ、これ。やばいやばい、クミさんおこもり。
クミさんをコモに、クミさん映像的な面を考えるとそれは NG なんじゃないのか。マイクさんとヨッピーさんどこでやり合いよ。あのね、チャミンの拠点の方だね。なるほど。これ何？お互いあと弾何発あるの？アイクさんあと弾何発？あと25です。25、トリちゃんは15っす。まあ大丈夫だね、決着つきそうだね。おこれはきっと、ちょっときっとこれは叩き合った。あっ、言っちゃう。トリちゃん拾っちゃったよ今。トリちゃん勝ち。今以上敵のを拾うっていうのも。なに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 、うえクミさんが、クミさん魚夫のり、魚夫のりだ。え、じゃ鳥ちゃん、ひるんだ鳥ちゃんをやっつけに来たワトさんをやっつけた。クミが、ワトさんまだ生きてたんだ。まだ生きてた。生きてたよ。さあクミさんはどこにいる。今そこにいる。なんか骨を持っている。見えるぞ窓から。見えるぞ、見えるぞ、見えるぞ、見える。なんだよ、ワトさんかよ。ワトさん下降りて。けど今そこで打ち合ってるから。そうだね、決勝戦は変なのたくさん拾ってた。クミさん対鳥ちゃん。おっと負けたけど、多分自分に食らったんじゃないか、クミさん今の。クミさん多分自分に食らった、逃げてる。フラグの使い方間違えて逃げてった。逃げてった。さあどこにこもる気だ、クミさんは。どこだ、どこにいるんだ。あれ、どこかにこもってますよ。あれ、どこ行った。どこかに行った。クミさん、クミさん、クミさん言葉を発しないので、唯一鳥ちゃんの状況が一方的に分かるという。そう。え、どこ、え、どっかに隠れてるね。どこかに隠れてます。アサシンだ。言わんとワンチャンあるぜって。クミさんは本当にどこにいるんだ。え、だって名前くらい見えてもいいはずだけど。そう、どこにいんの。チャット打った、クミさん。チャット打ったら誰か読み上げてください、クミさんが。まだおこもりで止まってます。おこもりで止まってますか。カメラもクミさんを探しておりますが、本当にクミさんを見失いました。ID すら見えません。こんな、ステルスポーション。すごい。え？マジでクミさんいなくなった。そう。いなくなっちゃったので、鳥ちゃんを中心に移します。あざす。どこにいるんだろう、本当に。遠目から。遠目からど立ち止まると撃たれそうだけどね。そうですよね。ないよ。どこだ。どこにいんの、クミ。どこよ。絶対もう回復してるもんな。そうだね、でもお互い様でしょ、それは。あっ、そんなところで待ち構えていた。アクセ、そっちは行き止まりだぞ、鳥ちゃん。クミの勝ち。うまいね。そんな、そこに、そこで待ってたの。うわ、完全に一方通行で下から上がってきたとこやられましたね。ポーション自分で食らったでしょ、クミ。ハート何個まで減ったの、あの段階で。結構新距離で終わったと思った。半分、ハート残り半分。そう、へえ、すげえ逃げ足だった。すごいね、クミさん1位。さすが。さすがクミさんだね。あ、予想通りって言えば予想通り。なんかクミさんが1位で終わると面白くないから、もう一回やる。2回戦目ですか。2回戦、もちろん2回戦。いや、いや、もちろん2回戦目ですよ。だってもう、翔さんとチャミンがこのまま引き下がって終わるわけないじゃんね。ねえ、終わるわけがない。ほら、怒っても。昔のチークルよ、第二形態が。あちゃみ、あちゃみかっこ昔の血が来るよ。殺意の波動、うん、殺意の波動に目覚めたチャミ。あーもうせっかく調節し、あーもう10、20分くらいかな。ダイヤからスタート、ダイヤからスタート。いやー、ごめん。久しぶりにやったね。久しぶりにやったね。撮影ボタン押してなかったって。
松明を松明を削りながら撤収する。いやーいや取ろう、ここからこのまま取りましょう。いやー、じゃあソラさんダイヤに並んでください。はい、やっちゃったね、久しぶりに。まあのですね、ですね、今回から、8人9人かいる赤髪クラフトのメンバーと、2人きりで遊んでみようっていうコーナー、2人きりクラフトを今回からやっていこうと、いうことで、さっき話したはずだったんですが、それでソーラさんと今回初回その2人きりクラフトパート1はソーラさんと2人きりで14、5分遊んでみようっていう動画を作ろうとしたらですね、はい、撮影ボタンを押してなかったと。なんと。なんと。それでダイヤ見つけたら帰ろうねって話してて、あ、ダイヤ見つけたと思ったら撮影ボタンを押してなかったっていう。ここまで一体何だったんでしょう。何だったんでしょうか。一生懸命喋ってたのに。そうだね。ごめんね。本当にごめんね。ね、あんた。放送事故です。放送事故だね。なんか2人きりだとなんか寂しいねみたいな。寂しいねとか言いながら。ワトさんのチャチャが入らないのも寂しいわみたいな。チャミンさんの大声も聞けないのも寂しいわって言いながら。ショウさんの狙ってるのも聞こえないし。いないねってね。そうそう。これどうする、これ今とりあえず採掘しようか。見つけたから。採掘しよう。うわ。あ、何？これ鉄で掘れる。あ、掘れる掘れる、大丈夫だよ。なんか本来なら一番盛り上がるダイヤ発掘が、ダイヤ発掘が最初になりました。最初になってテンションがガタ落ちっていう。どうする、どうするんだよ。ダイヤ取っちゃったら次何、次レアなもの、次レアなものはエメラルド。エメラルドってエメラルドって交換以外でも取れるの？あ、うん。地面に埋まってるの？普通に地面にはあるみたいだよ、エメラルド。見たことないけど。何？余計なことした。あ、よくやるよ。なかなかね。そうそう、止めようと思って広げるの。そうそうそう。あ、あいつ来るじゃん。燃えろ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 、よしよし、作戦通り戦わずして勝つ。あれ、とどめの一撃、あ、とどめの一撃、あれ、とどめ、あ、やったね。かすめ取っていったな、やったねって。やったね、ちょっと危なかったね。うん、死んでると嫌な雲さんに刺さる。そうだね。うん、ゾンビがいなかったらワッチが食らってたよ。まああのいつも9人でね、どんちゃんシャワギどんちゃん騒ぎしながら、どんちゃんどんちゃん騒ぎしながらねやってるので、まあ、たまにはこうソラさんと2人きりで、他のメンバーとも2人きりで遊ぶっていうコーナーを動画の半分くらいで使っていこうかなと、はい、思うので。うわ、落ちた。じゃあお家へ帰りましょう。これ何、砂を追っていけばそうなるの？うん、帰れる。どうやって帰る？最後、うん、どうしよう、この水を滝登り、滝登りする。どうぞ。危ないよ、でもこれ失敗すると奈落。うわ、本当だね。取って帰ろう。泳ぐ。階段掘って帰ります。どうですか、これ上手くない？顔出してるから息継ぎ、カッブロッチッ調子乗ったらこれですよ。いて、よいしょ、砂降ってきた。あ、やばい、ごめん、先に謝る、ごめん。水に埋まった。落っこっちゃったよ。どうすればいいんだろう。何？オッケーです。
いいよ。またすんだ。もう、滝登りの方が早かったじゃん。分かっちゃん、水流すから。はい、滝登りしてきて。よいしょ。早いでしょ。うん。やっほー。うん、早かった。あ、落ちろ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 。おー、危ない。うん、危ない。オッケー。ベースキャンプに帰ってこれましたね。じゃあ。うん。こんな感じで。帰ってきました。そうだね。のんびりと。メンバーの人と変わる変わる2人きりで遊んでいこうかなと思います、はい、これはどうしよう、お疲れ様でしたにしといた方がいいのかな。じゃあ一旦そうだね。じゃあまた次回、ソーラさんには交代してもらって違う人と2人きりで遊んでみます。お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。準備 OK。 いいですか、はい、どうしようかな、場所。スタート位置、どうしようかな。スタート位置で結構だいぶ決まるね、これね。ですね。うん。いやー、どうしようかな。いやー、ソーラにさ、あんなとこからソーラ狙撃うまいんだ。ソーラさん、どこ行ったんですか。ソーラさん、拠点の屋根の上からね、どこから撃たれてるか最初分かんなかった。スナイパーだ。うん、最後はポーションでとどめさせました。おお。やられたな、うまいな。なんかいっぱい拾った。上ポーションでやられたのあれ。うん。へえ、うまいね、あの遠く。ポーションがね、うまく当たったね、あれ。本当ね。うん。だからマジで。攻撃しました。やられた時。なるほどね。ちょっと逃げられたら。面白いね、これね。うん。使えよ。このポーション使わなかったな。あることを忘れて。どっかに隠れよう。どこにしよう。どこにしよう。同じでいいかな、さっき。でも、まずその場所は分かってるか。これ、これリスポンする。ここにしよう。笑う鳥よ。ヨッピーさん歌ったん今日。カラオケ行きました。歌ってみたを配信した。カーチクの繁栄、虚偽の繁栄、シーセルガローの自由を。あれまだ歌詞ないんですよ、ね。囚われた屈辱は。反撃を起こした。全然違うし。全然歌詞違うし。超適当に歌った。いいですか。いいですよ。いはい。あー、死んだ。チャミンがすでに見えてる。え、わざちょっとね、もう何なの、何なの。どこに、え、弓矢持ってんの。大丈夫。フライングです。フライングです。フライングゲット。トリーパムパム。そろそろ怪しい。パミュパミュ。パに近い。パミュパミュ。パミュパミュ。テリーパミュパミュ。パミュパミュ。ロップ。パミュパミュ。カツパクハツハツハツ。ハツ多いな。ハツ多いな。ハツ多いな。今半分ハツだったよ。ガス爆。ガス。バス、あ、バスか。バス、バス、ガス爆発だ。バス爆発。バスガス爆発ブスバスガイド。バスガス爆発ブスバスガイド。アイクさん戻っていい。アイクさん戻っていいです。でもいい、始めて。早くやろう。オッケー。オッケー。準備オッケー皆さん。オッケー。ダメな、ダメな人は言ってください。ダメ。アイクさんヤバくですほ。どっちなんだい。俺いいんだけどここに。準備いいのか悪いのか。ちょっと待ってください。どっちなんだい。みんな場所が被ってる。ソーラさんもその近くいたぞ。確か今。